この秋、音源が走る劇場になる。はじめましてのふるさとは水色の記憶。音源スリーナイン。はい、ではここからことでスリーナインの話です。よろしくお願いします。はい、ご登場いただきました谷口さん、四季名さん、そして片山さんです。お気楽ショー。さあ、そして、ゲストとしてお呼びしたいのが、今回の逆転になります星合めみさん、お願いします。どんな人どんな人、あ、この人だ、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。俺ね、すっかり忘れてたことがありまして、撮影タイムを忘れてたんですね。あの皆さんで撮影タイムお願いします。どうぞ。いいですか、急に。このね、ことで写りねをきれいに出すことが写真家としての腕の見せ所です。フライト逆にあれかな。後でね、今までのたるみの皆さんとかも改めて撮影タイムバンバンやりますし、後ほどよろしくお願いします。こっちで目線お願いします。はい、こっちお願いします。中央お願いします。ありがとうございます。はい、すいません。はい、じゃあこの辺でありがとうございました。ではことでスリーナインのお話いきたいと思いますが、このテーマでお話をしていきたいと思います。3つのテーマこちらです。ドガガン。90歳3姉妹琴ちゃん。まだことちゃんは分かりますよ。分かりますね。はい、ことちゃんはこちらでございます。さっきのね、休憩時間にもご説明がありましたが、はいはい、こちらがことでんの、はいはい、マスコットキャラクターのことちゃんとことみちゃんでございます。はい、ね、それは大丈夫だと思うんですけど、今回のね、はい、今回のお話がですよ、はい、皆さん今まではあの 実際もう上演された公演ということになりますので、あのこんなだったですとか、こんなとこが面白かったですっていうお話はできる、はい、わけなんですけど、これからの公演なので、はい、どんなあらすじなのかちょっと目を凝らして読んでみてください。どうぞ。読めねー。右斜め上。ちょっと読める範囲でちょっと読んでもらっていいですか。はじめましてのふるさとは水色の記憶。みんな見えない人は目を閉じて想像します。切ないほどに爽やかな風が吹く高松の町。お城のそばから出ている小さな電車に乗る。電車は家と家の間をすり抜けてことことと乗客を運ぶ。生まれる前に引っ越したため当時の記憶はない。そこで暮らしていた父への記憶も。ある駅を過ぎるとうるさいですね。線路は大きく右にカーブを描き、やがて昔話に出てくるようなおむすび山が私たちを出迎えた。久しぶりの風景にはしゃぐ二人の姉。私は浅い眠りのような感覚に包まれたまま電車に揺られ、水色のウエハースで作ったような古い駅舎を持つ滝の宮に降り立った。駅を出てふと空を見上げたら胸の内側の何かが弾けた。年の離れた二人の姉と私、不思議な女子旅はこの時にはもう始まっていた。特殊だったんだね。あ、すごい。この、キャストでお送りしていくという形になります。これ劇団員全員というわけではないんです、はい、これは、一部は、こちらに出て、かぶってる人もいるけど、また別の人はひたちなかの方に出ると、はい、そうです、いう配役になっている、はい、日本立てなので、はい、これ駅は琴電屋島駅、はい、これはあの先ほど恵比さんが紹介してくださった志度線っていう、はい、海に向かっていく方の路線の方にあるんですよね、はい、今回の車両がまたすごいということで、90歳ってのはもしかしてこの辺、これですね。そうなんです、はい、これです。これです。はい、琴電20系23号という、
はい、大正14年に作られた。これ電車ですよね。電気で走ってるんですよね。電車です、電車です。うわ、すごい。またグラフあります。はい、これはやっぱり冷房がないです。ないです。やばいですね。そうなんです。やばいですよ。やばいです。あの窓もこう普通は開ける、今は開けるのがあの普通なんですけど、うんうん、古いのでこう下に降りるっていうんですか、窓がこう下ろすやつ、引き下がる。はい、はい、私たち指詰めろ詰める詰める詰めるって言われて慣れさせてもらえなかったんですよ。で、今回の、エリアがですね、琴電、まあ、ずっと、これは琴平線、はい、琴平線になるのですけど、はい、高松実行から琴平まで全部を使うわけではなくて、はい、仏性山、仏性山、先ほどの仏性山、仏生まれる山と書いて仏性山というところに、まあ、車庫があるんですね。はい、でここから、滝の宮ですね、一番右側切り取り、滝の宮というところまでのこのエリアを使っての演劇と、はいはい、いうことになるわけです。ちょっと最初に概要から言っちゃいますけど、はい、こんな感じになってます、はい、やっぱり1日3公演そうですね。8時57分は早いな。早いですね。皆さん早起きでよろしくお願いします。8時ちょっとさっきの話なんだっけ、ちょっと寝ぼけってあれです。6時ぐらいに起きていきたいところですけども、たくさんも8時からギター弾くの大変です、ね、本当だ、俺また間違えちゃうよ。ね、8時57分から最後は12時57分なんで、まあ、ただスタートがこの時間ですけど終わるのが4時15分とかなんで、結構たっぷり時間取ってますね、はい、半日ぐらい時間ちょっとゆっくり取って遊びに来てもらいたいなというスケジュールになっていますね、はい。で真ん中にある二重丸のところは後で説明しますが、別のメニューが入っているということになります。で今ね、これパッと見て下のこの表を見まして、このスケジュールを見るとですよ、往路復路往路復路ってこうなってますよね。役者がそれぞれいるじゃないですか、はい、そうすると往復往復で話を、前回のサルミテストをやったんですけど、これはそうじゃないですね。そうなんです。上演の順番がこう見ていただくと分かるんですけれども、はい、1便の往路、2便の往路、次が1便の復路、その次3便の往路で、その次が2便の往路、最後に3便の復路っていう、演じる側が分かんなくなっちゃいます。誰か一人いないかもしれないね。あれ、誰だっけ、あれ、あの人は乗り遅くなります、ね、でもまあ、実際これに参加される皆さんはこの1個の1便っていうのがまるまるその、お話ということになりますので、真ん中の街歩きの時間がたっぷり取られてますけれども、この間にその滝宮ですか、はい、滝の宮の街を楽しんでいただくという形になります、はい、今回のお話やっとね、全貌ができたっす。そうなんですよ、ね、そうなんです。一昨日でしたっけ。もうね、誰かともね出てきていいよ、もう別に、はい、さっきのねオープニングの方ではちょっとまだ、できるまで出てくんなって言ってたんですけどね。できました、できました、ね、どんなお話かざっくりと、めめちゃん今可愛い女の子みたいになってますけど可愛い女の子ですけども、お話をぜひ、どんな話なのか、触れていい範囲で、ざっくりと言いますと、三姉妹の話です。そういうことになりますよね。今ね、正解を言ってくれたんです。素晴らしい。そこです。とにかく見に来てもらわなきゃ始まらないんです、うん、で、さっきのキャストを見ると女の子3人がこれですから、はい、当然この人たちが姉妹という設定なんですね、はいはい、そうなんです、ね、それ以外の設定はどうだかはちょっとこれからはまだ言えないよってとこなんですけども、ね、まあ、この3人がどんな絡み方をするのかちょっと今から楽しみにしておりますけれども、うん、さっきのねちょっと写真でこれねすごく見てもらいたい写真なんで、さっきエビさん使っていただいた写真なんですけど、これです。このね、この写真がやっぱりねとてもやっぱり印象的ですね、うん、この中を走っていくということになりますね。はい、ね、とっても印象的な、本当に四国の山って行ったことありますか。四国行ったことある人、あ、結構います、ね、四国の山って結構こういう山が多いじゃないですか。おむすびみたいな形をしてるんですよね。ついついね、あ、同じ山かなと思うと違う山だったりね、そうなんですね、するんですよ。でこの辺なんかも登場してくるのかななんていうことをね思いつつ、はいはい、ぜひこれね楽しみにしていただきたいというふうに思うんですけれども、はい、どんなお話になるのかっていう話はさっきの三姉妹のお話ですいいと思います。そうです、うん、はい、ね、でこれがまああらすじなんですけど、これホームページに載ってますので、もしご興味がある方いましたら、どんな話なのかな楽しみだなっていうことでぜひとも、ご覧いただきたい。そして公演する時にはおそらくこれパンフレットを発売、今作ってます、
されるんですね。なんだそれ、ということで、おそらくその脚本もまるまる本当に脚本売ってるんですよ。すごいでしょ。シナリオも発売する予定です。そうです。そうなんです。はい、なんでもしかしたらみんなで集めてあのコトデンスリー以内できますよ。ここでコトデンスリーして3姉妹集めてやってみたいな。なんでね形でちょっとやって、はい、やらせていただければと思いますが、ここでですねちょっとスペシャルなゲストというか、はい、俺的に初めての試みをやりますので、ちょっとおしゃべりしててください。どうぞ。おしゃべりしててくださいって何ですか。めみちゃんはあの名古屋の女優さんなんですよ、はい、で名古屋からこの公演に出るために東京に来て今稽古に参加しているっていうすごいガッツとファイトを持った、はい、ですよね。持ってるよね。持って今出てます、ね、います。あんたはモトロにあれ持っていますか。持ってる持ってます。持ってると思ったから言ったの今。じゃあ持ってると思います。あると思いますね。あると思います。でも全然その愛知から来てうちらと芝居作ることに全然違和感ないですよね。もう溶け込んでるから。誰が出てきた。楽しみでございます。何？平尾さんじゃない。というわけでご登場いただきましたのがなんと琴電の社員平尾さんです。平尾さんやありがとうございます。これは今宇宙にいるんですか。あ、映ってますね。声聞こえますか。聞こえますよ。バッチリです。平尾さんよろしくお願いします。会場の皆さん拍手で答えてあげてください。というわけでね、琴電の、社内を使っての、演劇ということで。めっちゃ手振ってるな。平尾さんイケメンだな結構な。そういう話じゃなくて、演劇やるわけなんですが、どうでしょう抱負というか今感じる思いなんかをちょっと語っていただけると。そうですね、まあ、今回使う電車が日本で現役で運行している電車が一番古い90年の電車なので。一番古いですね。はい、まあ、その中でどんな演技ができるんだろうと私自身がすごい楽しみにしてます。ありがとうございます。質問等あれば。あのですね、実は平尾さんにつないでいただいた方がいらっしゃってですね、今もいらっしゃってるんですけど京急電鉄の飯島さん。あ、いらっしゃってます。あ、飯島さん、ちょっと来てください、来てください。わー、我々が仕込んだのかな。わー、わー、仕込んでませんよ、これ。突然出るからヘルメット持ってきてくださった。すいません、はい、ちょっと昨年の夏休みのタイミングにイベントでご一緒させていただいた時に、はい、確か京急さんで琴電さんに車両を譲渡したことってありますよねなんて話をいただいて、実は琴電さんと京急は京急で活躍し終わった電車が第二の人生で琴電で活躍していただいてるんですよ。そうですね。でちょっとやり取りがあったもんですからちょっと紹介をさせていただいて、はい、はい、ちょっとこのぐらいで失礼させていただきたい。それで平尾さん、平尾さんにちょっとなんかお話ししてくださいよ。あ、平尾さん、この間どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。なんて話だよ、個人的なご挨拶。なんて話だよ、すげえ内輪な。ついこの間ですね、一緒飲みましたんで。はい、ぜひ電車の色のイベントとかもできたらと思ってますので引き続きよろしくお願いします。あ、そうです。また、はい、何か持ってきてくださってるんですか。あ、今日琴電の折り紙を。おお、かわいい。飯島さん折り紙も得意でいらっしゃって。あ、すいません、これちょっと今いつもはパソコンで作るんですけど今日は一番古い電車ということでちょっと手書きで書いた。うわー、手書き、手書きが初めていた。すごい、はい、ちょっとプレゼントしたいと思います。ちょっと平尾さんにここに近づけて。 ありがとうございます。平尾さんにここに近づけて。こちらこんな感じの、失礼します、こんななんです。こんなのめちゃくちゃリアルじゃないですか。なんかちゃんと誰か乗ってますよ。めちゃくちゃリアルじゃないですか。乗ってる、お客さん乗ってる。私たちが乗ってます。嘘、あ、本当は棒ですけどね。6人乗ってます。琴ちゃんが運転してますよ。すごい、いろいろスペシャルだな、飯島さん。すごい、ここありがとうございます、飯島さん。お待たせしました。じゃあ、いろさん、またどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。そうか、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。飯島さんでした。すいません、突然呼んだのにプレゼントまでいただきました。はい。平尾さん。はい。すいません、サプライズさせていただいちゃいました。はい。ちょっとですね、たまにこうちょっと音声が途切れて。ああ。
じゃあ衛星放送のようにちょっとワンテンポ遅れてゆっくり喋ってみましょうか。はい、そうですね。ということで本番は9月の20日19日からになりますね。はい、そうですね。多分暑さは和らいでるんでしょうか。そうですね、もう今日なんかもちょっと涼しくてですね、うん、あのレトロ電車だと窓を開けて走るとすごい気持ちがいいと思いますけど、逆に暑い方がいいかもね、はい、どうでしょう、どうですか。そうですね、まあ、実際に演劇される方は大変だと思うんですけれども、雰囲気はあると思います。ありがとうございます、はい、では9月の公演どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ここで伊藤さんでした。すごいですね。すごい。ありがとうございます。ということで、はい、ね、飯島さんに紹介していただいて、私と緑川が演出の、あ、先ほど一番最初に出てきた変な人なんですけどね、はい、緑川の2人で、琴伝さんに行かせていただいたのが去年の11月。それでやりたいんですけどっていう突然の、まあ、先ほど金剛さんもおっしゃってたみたいに、うん、電車の中でお芝居がしたいんですっていうふうに言いに行ったんですけど、意外なくらいにいいですよって言ってみるもんですね。懐広いって言われましたね。香川は食べ物も美味しいですからね。そうなんですよね。やっぱり想像ありますし、想像ありますし、想像、パクもペロもいろいろありますから、ざっくりして、あとでちょっとこれね、街歩きの話でちょっと言っていきたいと思いますけども、はい、そんな感じで公演がありますので、9月の19日から23日までの公演となります。シルバーウィークなんで、もし皆さんよかったら香川までぜひ遊びに来ていただけたらななんていうふうに思ってます。はい、絶対に間違いない演奏があります。よろしくお願いします。いはい、というわけで琴伝に登場する皆さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。これね、メミちゃんね、後でのコーナーに撮ってますから、後でです。そうですね、また、ね、そして、続いてこちらになります。